中華民国の切手と郵便紙では中華民国の郵政事業体である中華郵政及びその前身となった郵政組織が発行した郵便切手や中華民国の郵便の歴史に関して記述する。中国大陸において最初の近代的郵政事業を行ったのは香港郵政であった。しかしこれは欧州列強による植民地的分割に必要とされたためであり、 中国の国家によるものではなかった。ただし手紙のやり取りを行う通信手段はすでに古代の将来には組織化されており、その後の歴代の中国王朝は公用通信をやり取りするシステムは整備されていたほか、新代には民進局と呼ばれる民間の郵便事業者が活動していた。1840年代以降、欧米列強は 近代的郵便事業を本国とのやり取りのために必要であったことからそれぞれの疎開に自国の郵便局を設立した。これらは地元の中国人の郵便者も引き受けていた。また初心館と呼ばれる郵便事業組織は中国各地に独自の郵便局を開設していた。上海の開館郵政が発行した切ってこれらの動きに対し1866年に 当時の各開港地に置かれた新朝の税関、開館に北京の在外交関の文書を提送するため、優勢業務を担わせることになり、この優勢事業体は後に開館優勢と呼ばれている。主に開港地の外国人の郵便物を提送していたが、1878年に新朝政府による最初の切手が発行された。 大新郵政が発行した切手1896年3月20日に、開館郵政の事業は新朝政府に移管され、ここに国家郵政事業体としての大新郵政が創業した。この日は中国における郵政事業の創業日とされている。大新郵政の切手に中華民国とカズリされた切手中華民国郵政の 普通切って1911年の侵害革命を機に1912年1月1日に中華民国が建国し、名称が中華民国優勢に変更された。ありがとうございます。